ということで、日本時間の13時にダウンタイムが開始されるのかな。マッチメイキングはサービス一時休止の30分ほど前より利用できなくなりますとなっておりますんで、まだね、1時間ちょっとありますんで、シーズン5最終日最終時間楽しみたいと思います。皆さんこんにちは。前回は私もう入院しますっていう宣言をさせていただいた回だったな。あれがだからもう2ヶ月ぐらい前になるんだけど、いろんなことがありまして、皆さんにはね配信通してご報告をさせていただいているんで伝わっていると思うんですが、一応ねフォートナイトの動画しかご覧になってない方にとっては、うぶぬし入院しますって言ったきり落とさとないなって、そういう方いないと思うんだけど、一応言うとね、いろんなことがあって入院が延期になって、で、今月の末またねその再入院っていうね日程が固まったんで、入院するんですけども、だから控えてたフォートナイト控えてたんですよ。あまり良くないと思って体にね。でも、今日はやろう。変わっていそうな場所って言ったら、やっぱでもここが今回の新シーズンのメインになるんじゃないのかな。あと絡みがあるとしたら、このハンターズヘイブンってとこかな。今回のテーマだもんね。すごい、なんか飛び出してるよ、オーラみたいなのが。今回はねワンタイムイベントっていうのはないみたいで、初日になんかあるみたいだよ。ログインすると、ん、ログインした最初の試合がねちょっと面白い仕様になってるかもしれないっていうね。人いねえな。いるんだけどいないな。じゃあ僕はゆっくりとリハビリを、リハビリテーション。悪いな、何を思ってなかったか。そういうのはねちょっとウプ主のポリシーに反してるんでね、まあ許してくれ、リハビリテーションだからここってひょっとしてそういう系？そっち系なの？誰かが襲ってくるよみたいな。誰かパリパリやってたけど、ちょっと僕もそこのパリパリに混ぜてくれよ。こっちか。でもこっから離れちゃうな、そうすると。街か、そりゃそうだな。いた、見つけた、見つけた。水に入ってるやつから行く。外しまくったぜ。
た。開いてねえっていう。Thank you. さすが唐辛子杖。楽しいな。仲間にしてみよう。見ね、何がよくわかんないよ。よくわかった、あったやり方が。ペッパー、ホットペッパー。はい、いただき。これ何？これ何これ？アサルト。サンキュー。これがホットペッパーの力よ。ソードリー。おいやらしいぜ。よし、音がする。気のせいだ。で、改めまして、お仲間、お仲間。どうだ、契約しないかい？どうせもう最終日だしさ。お分の人、どんな契約があるの？これがアップグレード？じゃあお願いします。どうやってやるの？違うんだな。慣れてねえな。アップグレードしたいんだもん。いいよ。アップグレードできてた、これ。ちょっと待って、バグってたか、これ。この画面から出ないんだけど。戻る。この画面から、やべ、バグってちゃうよこれ。なんか動きがどんどん遅くなっていくよ。ちょっとこれで決定なの。決定アップグレードが11975050使うんだろ、きっと。これバグってちゃうよ。どうなってたこれ。おいおい、ちょっとこの画面から抜けられないからさ、固まってる。よし、もう一回。話しかけます。で、これを交換、違うな、アップグレード A だよな。ダクトテープのことは気にするな。うん、 A。 これで青になったね。で、さらにできんの、さらにエピック。よし、お願いします。アップグレード、さらにできる、金にしちゃいましょう。これが今シーズンの特徴だよね。一瞬ちょっとバグった時はびっくりしたけど、操作が固まっちゃって。あ、君ね。
ああいうの見てもね、どっちの方角から撃たれてるか分かってない。おめえだな。これかい今度の。違うか。なんか金色に光るものは金かな。ありがとう。どっかに青いキノコを見たんだが、この辺かな。それ食べよう。誰の音なのか分かんない時がある。ん？あれシールド？あ、経験値か。じゃあもらっとくか。ありがとう。シールド100にしたいなーなんてね。そう、今シーズンもね、あえて稼いだ金塊と交渉によってアップグレードさせたり仲間にしたりとかね、そういうことができるんですよ。だ、使わない手はないんですけど、なんとなくね、使わないでやりたくなっちゃうよね。あれ人？木だな。なんでお金持ちは強いよ。そうなんですよ、ここまでアップグレードできちゃうみたいだよ。僕もそんなにここまで上げたことって経験がないから。そもそもそんなに金塊って思ってなかったからね。君だよね。やべ、おっと、そろそろやばいぞ。もう最後なんでね、楽しもうかなと。地図を見る。おお、間違えた。失礼。あいな、ズームインがしたかっただけなのよ。ズームインね、バレた。結構遠いよ。あと1分でいける。 300m。 ん？ターゲットにされていますだそうです。皆さん、こんなリハビリテーション船主をターゲットにして何のとこにあるって言うんだ。あと5分間、多分ね、ウプヌシの現在地がバレちゃうんですよ。ターゲットって確かそういう制度だった気がする。やつか。参ったな。さらにいるよ。どっちかがウプヌシをターゲットにしてるやつだと思うんだ。ただ、まだアンチにいないんで。アンチにいる連中が喜ぶだけなんですよ、それは。お、ヤバぞ。
ヤバダバドゥ。迫り来るアンチ。何の音だあれ。そこか。いた。そうやって必死に建築すればそれがいい。彼は知らない、僕が包帯を巻いていることを。気づいた？よし、 GG。 あと一人。そこか。もらったぜー、復帰ビクトリーロイヤル。ドンカーツ召し上がれ。さてと V2 行くぜ。なんで今回はこのホーリーヘッジスに行くか。いつも行ってる気がしなくもないんですが、やめとくか。いつも行ってそうだから。リテールロー、やっぱ男は黙ってリテールローだよな。
と見せかけて隣のなんかさ集落行ってみるか。あれなんだ、届くかな、なんていうとこでしょうか。そこいるな、1名。早いな、アブヌシよりも到着が。じゃあ僕このコテージ、2人いるな。僕このコテージでいいものをね、まずいなまずいな、大丈夫かな。これ V2 かかってるんですけどね。この人大丈夫かな。野原は走ってんですけど、久しぶりに辻君の歓喜のリアクションが見れてよかったよ。よし、じゃあここであれだ、告白しよう。実はね、ちょっと面白い出来事がありましてね、最近。最近でもないか、ごめん、最近じゃないわ、だいぶ前だわ。その入院、最初の入院の時に、最初の入院のその予定の時にね、ちょっと面白いことあったんですよ。だから最近って言っちゃったけど、もう2ヶ月ぐらい前だよな。面白いことがあったんですよ。だからちょっと配信が終わったタイミングでそれ紹介するね。ハイエナマン、ちょっと前へ。人の気配がねするんですよ。やった、でこんなのんびりしていらんないんじゃないかっていうね。こんなにのんびりしてはいられない気がするんで。唐辛子、唐辛子なかった。よし、急ごう。と言いつつ、なんでね、それは後ほどご紹介させていただきます。なんでそれとはまた別件でね、ほら配信結構盛り上がるとさお腹が減るんですよ。で結構ね、でもさ遅い時間なんで、デリバリーピザをね、はい、デリバリーピザをね頼むっていうことをね、ここ最近皆さんとね楽しませていただいてるんです。で食べる様子をただただ配信するっていうねそれをオープン主が。で私ポストにね割と頻繁に Uber Eats の無料配送料無料クーポンみたいなのがね入ってることがあって、で結構それをさ休日迎えちゃってっていうのがあるんですけど、じゃあ使ってみようかと思ったんですよ。これはねほんと最近の話ね。もうウブヌシの最近の範囲は広いんだけどね、2000年代の出来事も最近とか言っちゃうからさそれを置いといて、初めて Uber Eats っていうので使ってみようと。でどうやって使うのかから始まったんですよ。まずパソコンからもいけると思うんですが、スマホ向けのアプリをですねダウンロードして入れたんですね。でそれを立ち上げるといろんな
料理の検索が出てくるんですよ。カテゴリーがあってさ、定食ものとかパスタとかハンバーガーとかね。で、仮に定食っていうのを押すと、自分の近辺の定食屋さんで Uber Eats に対応してるお店が出てくるんですよ。で、これは面白いなと思ってね。そのアプリを次起動した時には利用しようと思ってね。その利用しようと思った日が来たんですよ。立ち上げたんですね。で、ジャンルのね、カテゴリーがあったから、じゃあとりあえず、ハンバーガーっていうのが魅力的だったから、やってみたんですよ。そうすると、うちの近所のハンバーガー屋さんで、その、Uber Eats に対応してるね、デリバリー配達員がね、来てくださるようなね、お店が一覧でこう出るんだけど、出たんですが、現在配達員、パートナーって言い方だったかな ?Uber Eats パートナーが、周囲にいませんっていうのでタップはできないんですよ。あ、そうかと思ってね。まあしょうがないなと思ってね。で、続いてパスタっていう項目があったから、まあパスタ届くまでに乾いちゃうだろうなと思いつつ、ちなみにどんな感じかと思ってね、ほらこういうお店があるっていう店発見にもつながるからね、押してみたんですよ。そしたらうちの近所のパスタ屋さんがいろいろ出てきたんですが、ただその配達員さん、パートナーさんが周囲にいませんとなってたんですよ。まあしょうがないよね。で、その後定食ってやったんですよ。まあ結論一緒、近所にね、そばにね、パートナーさんがいませんと。そっかと思ってね。これラチが開かないから、もう多分どれを選んでもそういう風にね、自分の好みを選べるような状況にないんだなっていう風に割り切って、すべてっていうのがあったんですよ、項目でね。で、すべて押したの。そしたらね、1件ヒットしました。その1件っていうのが何かっていうとね、いつも注文してるピザ屋さんだった。結局ピザかよっていう話です。さよなら。今目の前にですね、いただき物のドーナツがあるんですよ。これね、早く食べたいな。目に毒ですよ。ものすごく食べたいもの。本当は風来の試練の休憩時間のもぐもぐタイムにいただこうかなと思ってたんですけど、風来の試練のダンジョンがさ、リアルタイムでお腹が減ってくっていう仕様だったからさ、ターン数ではなくね、通常の休憩ができないっていうね。で、ちょっと遊ぶとその仕様を忘れてさ、さあ休憩しましょうってやってたけど、結局結論食べれてないんで、食べたいですね。とてもいいものをいただいたんですよ。だからそれをね、そのいいものがいい状態のうちにいただくのが礼儀だよな。あ、びっくりした。悪いな今。いや、びっくりしたよ。
すげえ、え、そんな縁元してくれんの？じゃあ一緒にクッキングしようよ。はい。んで、銃を上げてあげるよって、銃はちょっと微妙だな。僕ね、結構頑張って料理をしていた時期があって、僕なりにね、大したものを作れないんだけど、結構僕なりにね、料理するとさ、ほら、ちょっとしたものでもこんだけの手間がかかるんだっていうことを知るのにとても勉強になるじゃない。そうすると子供の頃とかさ、普通にこの時間になったら晩ご飯が来て食べてみたいな、この時間になったら朝ご飯があってっていうさ、その当たり前が当たり前じゃなくなって、感謝の気持ちが芽生えてくるでしょ。それを作るのにどんだけの手間暇がかかってるかっていうのを覚えるとね、だ、自分も自分なりに料理をちゃんとするようになって、それを例えば食べてもらう立場とかになった時にね、やっぱ一番美味しい状態っていうのもまた知ってるわけじゃない。当然できたばっかりの状態が一番美味しいわけでね。で、作り手としてはその状態でやっぱ食べてもらいたいっていう気持ちがあるじゃない。援護する。そうするとやっぱ料理を出されたら、その一番美味しいピークの状態で食べてあげたいなっていうね、気持ちにもね、つながってきたりとかして、いろんな点でプラスだよね。料理しない側からしたらさ、僕も昔はそうだったんですけど、ほら、後で食べるよとか、ハンバーグとかね、出されても乾いちゃうじゃない、しばらく放っとくとね。でも乾いて冷たくなっても別に僕は気にしないからって放っといたりしたわけですよ、僕も子供の頃。でも大人になるとさ、やっぱ作り手としては一番美味しい状態で食べてもらいたかったんだろうなってすごく反省したもの。自分自身は別にカピカピになっててもいいやって思っててもさ、作ってくれた人からしたらやっぱ一番美味しい状態でいただいてあげるのが喜んでもらえるのかなってね。大人ならばなるほど自分以外の人たちをどういうふうにしたら喜んでもらえるのかってことをよく考えるようになってって、そのどれだけ人生喜びを得られるかっていうね、自分しかり、自分の周りの人しかりね、でそれを考えるとやっぱり喜びを与えられるのは美味しいうちに食べてあげることだってことも覚えたしね。誰か来たよ、ミスターたわけが。参りました。持っていくがいい、ないだろうけど。
よし、行くぞ。毎回同じとこ行っちゃいそう。毎回ここ行ったっけ？行ってないよな。でもなんか水っぽいな。キャティーコーナー届くかな。レイジーレイク行くか。もう遅いかな。全然届いてね。ちょっとハリボテに見えたよ。ふわふわ、今のレンガ風のさシートに見えたよ。レンガではなくね。言わないように目つぶろで3秒後に開ける。3、2、1。人かあれ。人かな。でっでー、どうしたな。どう、人じゃなかったのか。人だよな。人なんだよ。知ってて人なんだけど、ちょっとどうしたんだこれ。この挙動なん、どうしちゃったこの挙動は。いっちょ上がりー。こんにちは。今日はね、カツ丼食べてるよ。よし、じゃあ報酬が、ん？待てよ。横取りがいるよ。僕の報酬横取りしようとしてる人がいるよ。入れてくれ。シャキーン。スラーブキノコ。このガソリン危険だよ。んで、そもそもその辺ね。オッケーオッケー。唐辛子くれ。ねえか。じゃあバナナ、キャベツか。いいよ。キャベツばかりよかじってた。いるよそこに。光ってるもん、ほら。ダンファンキーモンキーがいるよ。あぶね。まさか自分の建築物に当たっちゃうとは。でってれー、ピッポッパ。んで、なんだっけこれ。レバーアクション。アクション大魔王だね。はい、つまんない。つまんね、つまんね。つまんね、つまんね、つまんね、つまんね。そういうこと言ってるから次々と人が来ちゃうんだ。リンス、どこだ。上だな、絶対上にいる。この上にいる。じゃあ僕もいい。あ、そもそもここがもうさ、締め切りなのよ。締め切りゾーンだ。ここに長いするのは良くない。この辺なかったっけ。ほらあった。
おお、紫。間に合うかな。どんぐらい離れてんだ。400m。そのドンパチゾーンを抜けて、果たしてなんか狙われてない？おかしいな、絶対狙われてたよね。アサルトをもうちょっと違うのにしたいですね。お、ハイエナ活動。いた、見つけた、見つけた、いたぞ。欲しいものこの辺。よし、やっちゃおう。やっちゃった。メールが届きました。やっちゃった。んで、警戒してる。星は警戒してるぞ。なんだこの、僕の金色に見えるやつはきっと金色じゃないんだろう、おそらく。ん？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 なんか利用した？それ利用できんの？ひょっとして触れてみよう。なんもねえのか。ワープ集がしたのにすげえ。さてと、砂に隠れて移動してるかな。僕だったらそうするよ。いる、イルハンがいる。砂に隠れてた。イルハン。掴めてない。いける？いけない。このぐらい何ですか。やられてるな。気づかれてる？ヘイ。やべえ、スナイパー地獄だな。かっこいいスターウォーズチックの音がするぜ。よし、うわ、近かった。え、プレイヤーだな。よかった、プレイヤーじゃなかったら不毛。あ、あれが、あれか、あれとやったのか。やめてほしいな、今は。今はやめてほしいな。疲弊する。ディズニープラス。ディズニープラス。うわ、いいんだけど。え、狙われてるな。急げ急げ、急いでくれ。サンキュー。んで、
潜りそうになってる。いる、そこにいる。見つけた見つけた。来るぞこっちに。マンド、マンド、マンドを拾え。後ろにいる。よし、連戦ブリンク。見られてる。ママ見られてる。はい。ダメだ。コメントサンキュー。ここやった。あ、間違えた。順序違うな。順序がシールドから入るんじゃなかったな。まあいいや、ちょっと耐えるでしょ巻いてる間。んで、そこにもう落ちてきてんのか。いた。マンドで行こう。マンドで。で、これ食べる。ありがとうございます。青いやつ。うそ。お見事。あんなにあっさり溶けますか。ヘビーアサルトの金か。そりゃ腕が伴ったらあれぐらい溶けますな。参りました。いけると思ったんだけど、参りました。今な、軽いも安心だったな。うん、ウーム、ありがとう。がっかりさせて申し訳ない。がっかりさせて申し訳ない。あれだ、2ヶ月ぶりに復帰してさ、期待をさせられるぐらいのことが仕上げできたことにね、ちょっと喜びを感じてね、がっかりさせて申し訳ない。いきなりだったもんね、その優しさが。怖かった。いいんで、叩いてくれて。病人だからって遠慮することないんだよ。叩いてくれたっていいんだよ。ディテールの行こう。これ多分最後だから。違うの、僕たちこのキャティーコーナー行きたかったんですけど、しょうがないな。ラストフォートナイトですね、今シーズン。なんだっけ、その金のインゴットが余ってるんだったら使い切りたい。お、人気の街。すげえ人気の街、見てください、これ。3名。
でもさ、こんだけお家があるんだからさ、一人一軒ずつな。で、一軒ずつこう掘った後に、いざ尋常にみたいなね。知ってて、そこにいるの知ってんだよ。あえてハローする？知ってん、そこにいるの。じゃあハローするよ。ハロー。いなくなってた。ちょっと待ってな、誰が敵なんだ。おほほ、危ねえ。よし、違う、来ちゃう、もう遅い、もう来る。よし、拾え。びっくりした、君の音だったのね。あ、じゃあ交渉する？ウブ主と要件を言え。じゃあこれを、要件を言え。 Y、 要件を言え。違う、これよし、サンキュー。で、奪われる。やばい。まずはさ、パワーだろ、パワー、パワーを上げろ。パワーっていうか、ライフをどっかで、ライフを調達すれば。そうだ、そこにキャンプがある。キャンプといったらキャンプファイヤーでしょう。炊いていく。ティティリリ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 ティリリティティリリティティリリティティリ。火を強める、コスト30。それってさ、回復速度上げてくれるのかな。速度は特に気にしてないんだよ。これの燃え尽きたら嫌だなっていうだけで。もっと木材が必要。ん？なんで回復の火を起こすにもっと木材、今言わなかった？火を強めるって。そうですか。よし、十分だよ。だって合計113だもん。スタート時よりも偉いんだぞ。スタート時より13ばかし。ましてや僕の手元にはこれがある。漁られてるっていうね。おっ、なかった。じゃあ僕も参戦しまーす。ん？分かってない。後ろからだったのか前方からだったのか分かっていない。改めて、いた、発見した。こう回りつつ、あの青いポーションをあわよくばかっさらって隠れて、そして飲む。待って、いたと思ったのはまさかの点々点じゃないだろうね。
点点点だとかもあるな。ん？刀のモーションかっこいい？これはですね、ウォーキングデッドの登場人物の一人、ミショーンの刀なんですよ。それ以外にもですね、ウォーキングデッドの登場人物の一人であるダリルのクロスボウとかね、持っていたりするんですよ。買ったんです、ウォーキングデッド大好きだから。しかもさ、その販売期間が限られててさ、ヘビーアサルトライフルか。やっぱタクティカル強えな。よし、いた、あれは人だ。僕の獲物、もう一人いたよな、いませんでした。青アサルト、それを作った人がいるんじゃないの。あわよくば船で移動したいけど、なんか懐かしい雰囲気の建物ですね、これ。初期シーズンによく見られた、あの中央にあった湖の付近にこういう建物いっぱいあったじゃない、レンガ造りの。どこだそのスターウォーズ、そのスターウォーズどこだ。うん、そう、コラボアイテムだったんですよ。結構ね、今回すごいんですよ。見逃してるけど、あのエイリアンのリプリーとのコラボがあったりね。その権利が発生する系のコラボが今シーズン多くて、このマーベル系だけじゃなくてね。あいつと契約を結んだら何かいいことあるかな。もう最後だからな、使っちゃおう。どうも
んで、レバーアクションを上げてあげるよって。じゃあ上げるか。で、レバーアクションもう一回。あれ、やばい、バグっちゃった。どうなってんの。こうだな。んで、なんか青いのがいっぱい、なんか間違って買っちゃった私。いらねえもの。今青だよな。今青で、青でお話しして、これを、足りないのかな。大量購入、なんか買っちゃったっぽくない？気のせいかな。アップグレードお願いしたかっただけなんだけどな。買っちゃった臭いんだけど、どうだろう。そうだ、今回その魚図鑑っていうのもあるんだよね。やってないけどさ、どっかにさあるのよ、魚図鑑っていうのが。これ、あ、違う、キャラクター図鑑か、今のは。でも魚図鑑もあるよね。そう、こういうのもあるんですよ。あ、購入だけ、ありがとう。じゃあ青いのをたくさん購入しちゃったんだね。バグってるって勘違いしちゃって。いうね、取引制度があるので、これがあるからって喜んで選んないんですよね。相手も当然大量の金貨でね、を使って交換できますんでね。なんで接近戦はね、やばいよな普通に考えて。やばい、それ何の音だ。マローダーだと嫌だな。なんか濡れた。あれマローダーだな。連れてきちゃうな。お、銃声。銃声は、ボットの可能性もあるけれど。そっか、スラーピースワンプってことはみんなシールドをまとっている状態だな。シールド工場でしょこれ。なのでちょっと離れてみようか。ここにさ、イモリーマンいたりしない？いなかった？あれに集まる人を狙ってみるか。正直トレードした方がいい武器を手に入るよね今シーズン。あれを回収するよりかは。うわ段階踏むやつか。まずいな、狙撃されちゃうなそれ。どの木だ、あの奥の木か。目立っていく。
流れろ流れろ。これ何、これ何、ドラゴンブレス参ったね。これはこれで持っとこう。連射できないからねこの子。なんと建物か、今回の現場は。いるな、いるな。そこにいるね。気づいてるね。燃えないかな。あの距離じゃ燃えないか。燃やしたいな、あれ。会場はい、いただきました。今シーズン最後。
いろいろ最後にいただいております。うん、すんごい楽しかったです。最後のね、シーズンフォートナイトで、ダウンタイムがあった後に新シーズンが始まる予定になってるんで、それもねできれば皆さんと一緒に体験したいですね。今日でもありがとうございました。楽しかったです。最初の手術予定日の直前、妹ん家行って、で、スイッチ持ってったんですよ。でスイッチ持ってったんで、フォートナイトをね何気なく遊んだんですよ。でその時に一発目で取ったんですよ。この通りビクトリーロイヤル、このミッションを使ってね、妹大好きだから、もうウォーキングデッド何よりも好きだから見せてあげたいと思って、ただすごい忘れてたことがあって、何を忘れていたかっていうと、ちょっと今から流す、今からこの音声だけ流すね、音声だけ録音したから、これを取った瞬間妹の口から出た言葉、これきました。なんか勝ったところ初めて見た気がする、そういう風に言ったんですよ妹は。そうなんです、このフォートナイトを特訓して上達を目指す配信の最終終着地点は妹を隣に置いて、で実はこんなに上手くなってたんだよっていうので、目の前で一発でビクトリーロイヤル取るっていうのが最終目的だったんですけど、忘れててその目標を忘れてて、何を思ったのか、プライベートで手術の直前に開いたね、妹のとこで開いたお食事会で何気なくフォートナイトをやって、それはこのミッションのスキンを見せてあげたかったから、それが実は妹の胸の前で勝った初めての体験になってしまって、皆さんの目の前でね、皆さんの目の前で勝つっていうのが僕の中ではね目標にしたのに、皆さんのいないところでプライベートで勝ってしまったっていう無意識、もう無意識だった、本当に無意識で、フォートナイトさんで勝って、うん、リモートからね、なんか初めて勝ったとこ見た気がするって言われて、その時にハッと気がついたんです。ハッと気づいたんだよ。そういえば妹の前では一切フォートナイトは封印してたんだなと、上手くなってから改めて見せるっていう風にしたかったんだなと。うん。でもね、見せちゃった。でも、多めに見てよ、オブドシだって、もう手術の直前だったんだからさ、もう、手術前に一回やっとこうと思ってね、本当無意識だったんだよ。はい、そんなね、ことがありましたっていうね、自己報告でした。ありがとうございます。